はいどうもこんばんはということでですね今日も料理やっていこうと思いますえー、今日はですねこれを見ている方々の中でも一人暮らしされている方たくさんいらっしゃると思うんですけれどもそんな方々のためにですね時短クッキングを一つご紹介しようと思いますえー、ねやっぱり一人暮らしされている方毎日帰ってきて自炊するってのもなかなか大変ですよね、まあ、だからですねちょっと今回は3分でできちゃう簡単な時短クッキングを一つご紹介しようと思いますえー、今日料理していくのはこちら 味ですね。えー、今が旬の魚でございますけれども、これを使ってですね、一つ時短クッキングやっていこうかと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴーおーいこれ騙してやないかー